23回天下一武道会、いよいよ決勝戦が始まります。天下一の達人は果たして孫悟空選手でしょうか、マジュニア選手でしょうか。両選手実力に遜色はなし。天下一武道会始まって以来の達人対決です。この戦いはまさしく歴史に残る一戦になること必至です。私の見る限り天津飯選手はもちろん、タオパイパイ選手も相当な武道家であると思われます。目にも止まらぬ連続攻撃です。出ました、鶴仙流ドドンパです。タオパイパイ選手の猛攻撃、タオパイパイ選手容赦しません。まさに殺し屋の技です。天津飯選手4人になりました。1対4。さあこの数的不利をどう覆すか、孫選手、それともこのまま数で勝つか、天津飯選手。孫選手の攻撃が止まらない。天津飯選手まさかの場外負け、信じられない技です。マジュニア選手、山のように大きくなってしまいました。孫選手はどのように立ち向かっていくのでしょうか。私も多少の身の危険を感じておりますが、実況は続けてまいります。おっと、孫選手がダウンです。1、2、3、4、試合続行です。果たしてどちらが天下一の座に立つのか。これだから天下一武道会はやめられない。